こんばんは、日常演舞です。突然ですが本日11月1日、まあこれ投稿してる日なんですけど、撮影日は当然11月1日じゃないんです、をもちまして私日常演舞は35歳になりました。30代後半、35歳っていうとクレヨンしんちゃんの野原ひろしと同じ年齢ですよ。まあだからで特別何かを変えるってわけではないんですけどね。またいろいろ食べたりレビューしたりゲームしたりやっていきたいと思います。というわけで35歳初めての食レポはこちら、まあ、毎年おなじみの地元のケーキ屋さんで買ってきたケーキ、いろいろ食べていきたいと思います。もうちょっとホールだと手間かかるので、もうホールにこだわらなくてもいいかなと思って、今年はいろいろ小さめのケーキやシュークリームを買ってきました。ではまずはちょっと形が崩れちゃって残念なことになっているものもありますが、本当ケーキってこういうの持ち帰ってくるとき難しいんですよね。まずはこちらのプチバニラシューから食べていきたいと思います。シンプルな味わいが楽しめるのかな。ではいただきます。シンプルかと思ったんですけど結構ラム酒が効いていて苦めで大人の味わいになっているので、大人の味が好きなあなたにおすすめのシュークリームですね。さあ続いてこちら、季節のマスカットロールケーキ。おマスカットが緑のね、鮮やか、美味しそうです。ではちょっと見せながら、ね、紙外すの難しいのでこのまま上をいただきます。噛んだ瞬間にじゅわっと広がるマスカットの甘酸っぱさが爽やかで、ね、秋を感じさせてくれるケーキでしたね。では次こちらのいちごプチシュー、ピンク色が鮮やかで美味しそう。いただきます。シュワッと広がるイチゴの甘酸っぱさが口の中で爽やかな酸味を届けてくれて美味しかったです。あなたがイチゴ好きならぜひ。で次ちょっと問題児が来ちゃいましたね。こちら季節のカスタードケーキということなんですが、もう崩れてる。ケーキってほんと難しい、持って帰るのが。ちょっとこれ迂闊に取るとこのまま崩れそうなんですけど、まあ取らないと食べられないのでいただきます。カスタードケーキと言いますが、カスタードにもブドウが主役なので、あなたがブドウ好きならおすすめしたいんです。ブドウを噛んだちょっとした甘酸っぱさが広がってきて、秋をまたしても感じさせてくれました。マスカットとはちょっとまたちょっと違いますね。で、外側のアーモンドのカリカリも美味しかったんですが、カスタードケーキというと、ちょっとカスタードが地味かなと思いました。では次の抹茶シュークリーム、また生、さっきこぼれた生クリームが、でもこれはこれで美味しそうではありますね。では、まあ、結構ほろ苦い味わいで、先ほどのバニラシューとはまた違った大人の味が楽しめるので、あなたが苦めの抹茶がお好きであれば食べてほしいです。で続いてはこちら、ストロベリーババロア、これもちょっと崩れちゃってますけど、フルーツてんこ盛りで美味しそうですね。ではさくらんぼからいただきます。ぜひ食べてほしいババロアです。噛んだ瞬間にイチゴの甘酸っぱさがじゅわっと広がってきて、爽快な気分になれるババロアでした。では続いてこちら、コーヒーシュークリーム、抹茶とはまた違ったほろ苦が味わえそう。では噛んだ瞬間に飲むコーヒーとはまた違った苦みが口の中でふわっと広がってきました。外側のサクカリシューの生地との相性もバッチリです。では次、プチマロンクグロフ、クグロフはバターケーキですね。これちょっと大きめのやつもあったんですけども、35にもなってくると大きめのやつとこれだけの小さめの小さいケーキ食べるのが結構きついので、今回は一口サイズでもないかにしました。栗は確かに見えますけど味はどうなのかな。ではいただき、栗を期待するといまいちかもしれませんね。コリコリとした食感は確かにあるのですが、なんか生地のラム酒かな、これもの味が強くて栗の優しい甘さ消えちゃってるのが残念でした。なので栗を食べたいって思った時にはかもしれません。続きてこちら、黒ごま酒なので健康にも良いってわけはさすがにないか。ではクロゴマなんですけど、香ばしさはやや控えめですね。どちらかといえば甘めの味付けになっていて、クロゴマで黒豆みたいな味わいです。なのでちょっと甘めの味付けがお好きなのであればおすすめですが、黒ごまの香ばしさを求めるとちょっとがっかりされるかもしれません。はい、ラストはイチジクのタルト、季節のタルトですね。正確に言うと今月はイチジクということなので、あまりイチジクって食べたことないんですけど、どんな味なのかな。ではいただきます。ごちそうさまでした。じゅわっとした甘酸っぱさはあるんですけど、もみもきさんのカスタードクリームはちょっとラム酒がきついかな。このタルトもカスタードクリームのラム酒がきつくて、ちょっとイチジクの味をあまり楽しめなかったのは残念でした。もみのきさん、もし見ていただけているのなら、カスタードクリームならもうちょっと控えてもらえませんかと、ちょっとお願いしておきます。ね、今回食べた中だと、いちごの甘酸っぱさがじゅわっと広がってきたババロアが一番美味しかったので、代表
評として5点とさせていただきます。はい、30も前になりましたが、少なくとも今までと変わらないようには動画投稿とかしていきたいと思いますので、またよろしくお願いしますね。今回いただいたもみの木さん、ちょっとサイトとかはないんですけど、インスタグラムの公式アカウントがあるので、そちら概要欄に記載しておきます。それでは本日も35歳再発の食レポもご覧いただき本当にありがとうございました。また1年よろしくお願いいただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた1年よろしくお願いしますね。演武終演。